雲に乗った子供、手に持った釣り竿の先にはハートが結ばれています。赤や黒のシンプルな色使いで謎の覆面芸術家バンクシーの作風にそっくりです。バンクシーじゃないかと思われる絵を見てました。なんかこの絵あったっけと思って見たらなんかあれだバンクシーっぽいと思って。目黒区の自由が丘駅の目の前、通行人もびっくりですが、実はこれ本物ではなくバンクシーの作風にそっくりな壁画なんです。書店の人に話を聞くと、2月25日26日に自由が丘猫祭りって第1回をやるんですね。でその第1回の記念になるのかなと思って、まさか私バンクシーってこういう評判になるとは思ってもいなかった。主にバンクシーと同じような手法を用いて作品を描く国内のグラフィティアーティスト百楽さんの作品で、制作は今月18日の日中に行われました。